皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は2020年上半期のベストコスメをご紹介していきたいと思います。私の中で本当にお気に入りのアイテムだけを選んだので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、ではどんどんご紹介していきます。まずは下地です。下地はこちらです。ラロシュポゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップです。もう何度目のご紹介になるんだろうというぐらい気に入っているこちらのトーンアップ下地なんですが、最近ね、下地とファンデーションいろいろ新しく使ってみて、自分の肌に何が合うかなっていろいろ検討してみたんですが、やっぱりこれが好きと落ち着きました。敏感肌の方でも安心して使える処方だったりとか、 SPF50 プラス PA+4 だったりとかの紫外線対策がとてもしっかりしているところ、あとは外的要因から肌を守ってくれると、あとはトーンアップしっかりしてくれるんだけど変な白気がしないということで、ファンデーションをしっかり使う方には内側からこうしっかり透明感を出してファンデーションを塗るっていう過程、このトーンアップをしっかり仕込んでおくっていうのが肌を内側から透明感出して艶やかに見せてくれるっていうのにはとても向いていると思います。これはもうとにかく大好き、安心して使える一本です。あともう一本下地を選んでみました。こちらです。ニース F ブライト UV ベースです。こちらは私が普段愛用しているモアリッチパックだったりとか、化粧水だったりオイルだったりバスソルトだったり、本当にね一式使っている大好きなブランドなんですが、そちらの下地を、ステイホーム中だったかな、前だったかなぐらいに購入してお世話になったというか、本当に買ってよかったって心から思った一本です。こちらはこんな感じでお肌に馴染む、少しこうねベージュが入ったような肌に馴染む色です。でほんのりトーンアップ効果もあるようなものなんだけど、何がすごいってこちらは紫外線対策、あとはブルーライトから肌を守ってくれたりとか、そういう機能性がすごく高い上に、ニーズで私が気に入っている保湿力、化粧水などに入っているこうたっぷり内側にこう水分を含んだような保湿がこのベースにもたっぷり入っているということです。なのでこれ1本つけていると本当に乾燥知らずで、肌を守ってくれてるのはもちろんスキンケア効果が非常に高い、潤いを守りながらこう潤いの満ちているスキンケア効果を出してくれているものだなと思います。特にこのステイホーム中がちょっとお出かけスーパーにだけ行かなきゃいけないだったりとか、家にいても紫外線は窓からさんさんと入ってきて紫外線を浴びていたりとか、あとはやっぱり家にいるとスマホパソコンいじることとっても多いので、からも肌を守ってくれるということで、結構ねナチュラルなのでこれを下地に使ってもいいし、ナチュラルなメイクの時これ1本でもいいっていうアイテムなので、そういうこれだけで過ごすっていうちょっとおうち時間が長い時にはとっても重宝しました。はい、なのですごくおすすめです。次はファンデーションです。少し前に私がこの春夏で気になるファンデーション5種比較っていう動画を出しているんですが、その中でも特に気に入ったアイテムがこちらです。ボビーブラウンインテンシブスキンセラムクッションファンデーション SPF40PA+4 03のライトの色です。クッションファンデは私大好きなので、まあ使いやすさ手軽さ、あとはこう均一に塗れたりとか、まあ、手が汚れない、いろんな、保湿力が高い、たくさんのこうメリットがあると思うんですが、こんなに潤いもあってカバー力もあって崩れにくかったクッションファンデは、初めてかなと私の中では思いました。でこのボビーブラウン、もともとボトルタイプで大人気のこちらのファンデーションがクッションファンデになったタイプです。でもともとこちらのタイプはスキンケア効果がとっても高くて、こちらも保湿に優れている、紫外線からの肌を守ってくれる、そういういいところをたっぷり詰め込んだクッションファンデです。はい、なのでもう本当に文句なしのとっても優秀なクッションファンデです。はい、もう一個ファンデーションです。こちらです。ヘレナプロディジー CEL グローエッセンスファンデーション01番の色です。はい、私ヘレナのファンデーションは今年初で、いろいろな口コミ、あとはこう雑誌だったりネットだったりの情報で
私がなりたい肌にこう近づけてくれるファンデーションかなと思って今回初めて買ってみました。でね、お値段がとても高いです。なのでちょっとこう買うのに勇気がいるというか、失敗したくないなっていう気持ちがすごい強かったんですが、もうね、買って本当に良かったと思うファンデーションです。さっき紹介したこちらのねボビーと比べると断然マットだし、カバー力が非常に高いです。比較の動画の時にもねすごい伝えて、10時間後の肌もお見せしてるんですが、一番化粧崩れしなかったのがこちらのファンデーションでした。化粧崩れしないって毛穴落ちしないとか、まあシワに入り込まないとか、よれないとか、なんかいろんな要素があったと思うんですが、まあもちろんそういうのを一番叶えてくれたプラス保湿がすごく高かった、保湿効果がの持続が高かったなと思います。少しこうセミマットなファンデーションで、あのカバー力が高いものってちょっとポソッとするというか粉っぽくなりがちだと思うんですが、これは塗った瞬間から10時間経ってもずっとしっとりピタッと密着したままでした。ただこう薄付きな感じはなくて、口コミがね私薄付きっていう方が多かったんです。でも薄付きでカバー力ってまあ、どっちなんだろうって思ったら、私はどちらかというとカバー力で、本当に少量だと薄付きだけど、一般的な量を使うとまあしっかりカバーの方が高いかなと思うファンデーションです。特に今のマスク必須のこの時期にはこのぐらいよれないファンデーション、もうこっから先は塗らないか、こういうカバー力の高いものを使うっていうのがいいかなと私は思います。次です。次はパウダーです。エクスボーテクールフィットカバーパウダー UV50+PA+4、こちらは提供でいただいてから使用するようになったもので、あの簡単にね説明すると、ひんやりするコスメです。ひんやりコスメっていうのを私あまり今まで意識したことがなかったんだけど、これに出会ってから夏の時期のひんやりコスメってこんなにいいんだっていうことを知りました。あの肌にのせた瞬間、拭き取りシートとかでやった時みたいなスーッと輸送快感があります。こんな感じでパフで取ったりブラシでつけているんだけど、私は今の時期、まあ、マスクでもマスクじゃなくても特にここってこう汗が垂れてきたりとか、ツヤそんなにいらないけどこう汗でこうよれやすかったりするので、ここに結構しっかりこうやって入れるようにしています。で今だったらもう本当にこういう感じで顔周りのこう汗がじわーって にじみ出しそうなところにまずカバーして、で少し残ったところをトントントンってのせるぐらいな感じをやってるんだけど、そのパウダーをのせるとね、この事前にツヤが大好きで作ったツヤが消えてしまうっていう懸念があったんですが、なぜかこれはしっかりサラサラっとパウダーで防止してくれてるのにツヤが消えないっていうパウダーですそうなの。だからなんか最近はこれが定番になっていて、特にこの時期で、今まではクッションファンデとかしたら私こうパウダー塗らない派だったんですが、もうどうやってもマスクの時間が長いので、ここら辺はやっぱ塗らないともうマスクにべったりつくし、今の時期にはとってもおすすめのこちらのひんやりするパウダーが今回ランクインしました。はい、とってもこれね一回使ってもらうとおおと思うと思います。すごい結構感動するアイテムです。次はこちらです。シャネルレベージュフリュイドアンルミネールベルミンパーリーグローですはい、ちょっと工事の音がしますがすいません。こちらは今までにないハイライトです。こういう感じの液体なんだけど乾くとそこにフィットするハイライトです。私はハイライトが大好きなので、今までは私なりたい肌によってこう潤いがたっぷりあるようなこうツヤがたっぷりのファンデーションの時は少しこうオイルベースだったりとか練りっぽいものを使うようにして、こうカバー力のあるパウダーを使うような時はパウダーハイライトを使うようにしたりこう分けていたんですが、今回のこれはどちらでもいけるもう超優秀なハイライトです。こういうね液体な感じでみずみずしさはたっぷりあるんだけど、パウダーの上に重ねても喧嘩しないというか、パウダーの中にも馴染んでくれる最終的に仕上がりがサラッとするハイライトです。
で、もちろんツヤツヤの上に重ねても変にこうパサッとパウダーっぽくもならないし、どちらにも使えるっていうものです。限定なのかなと思ったんだけど、こちら限定じゃなくて通常のものなので、本当に1本持ってるととってもとっても重宝すると思います。特に冬場とか結構ツヤツヤに肌を作り込みたくて、肌顔だけをツヤツヤに作り込む、でここら辺がツヤが一切ないっていうトータルバランスが私は苦手で、やっぱりここは合わせたいと思ってるので、結構しっかりツヤメイクをする方にはこれ1本持ってると容量もとっても多いので、塗った残りとかをこうしっかりね、こういうところにハイライトで入れると肌がここと同じになってとっても素敵なトータルコーディネートになります。そういう意味でもとってもおすすめの1本です。次はアイシャドウです。こちらです。ザ・アイパレ03秘密のオレンジです。こちらはコスパ最強。若い子からこう大人の女性まで本当に使いやすい優秀なパレットです。とね、こちらちょっとね、パッケージだったりとか、名前とかが少しこう若い子をターゲットにしているものなんだろうなっていうことで、私たち世代もしかしたらちょっと手が出しにくいものだったりするかもしれないんですが、内容を見てみると本当に優秀です。すごく考えられていて、このラメの粒子がそれぞれ違うものが入っていたり、マットもしっかり使いやすいマットのものが入っていたりします。で、特にこちらオレンジのパレットなんだけど、肌なじみの良いすごくパキッとしたオレンジじゃなくてニュアンスオレンジなので、すごく使いやすいです。ただこのラメがやっぱりこう大粒なので、ラメを多めに使ってしまうとちょっとナチュラル感には欠けるので、そこの分量の使い方はちょっと要注意っていう感じなんですが、もうコスパから考えてこのお値段でこのクオリティでこの使いやすさはすごくいいと思います。今日はなんかどういう何々メイクをしようとか、このファッションにこういうのを合わせようとか何も考えないで使える、無難に手に取れるアイシャドウなので、はい、すごくおすすめです。続いてもアイシャドウです。こちらです。ジョンセンムルのカラーピースアイシャドウヌード、コージーヌードの色です。こちらはね、韓国コスメになるんですが、もうね、絶妙すぎる、このもう本当に好きなんです。これ本当に使いやすくて、もう絶妙な色味、あとマット感が、こうなんて言うんだろう、マットなんだけどポソッとするマットではなく、もう目元に馴染むマットです。あえてラメを使わないで他のメイクを主張したい時とか、全体的にヌードなイメージにしたい時とか、そういう時にすごくこう重宝するものです。でベージュなんだけど少しこうピンクっぽさ、赤っぽさがあって今時な色なので、これを一色単色で塗ったりしても抜け感と今時っぽさが出るアイシャドウです。はい、続いてこちらです。レ・ベージュパレットルガールウォームです。これもう本当に使いやすいものになります。少しね、これも質感が変わっていて、こちらがちょっとだけマットで、色味の濃さが違うオレンジピンクっぽい色味に、あとはこうハイライトだったりとかラメで少し強めのハイライトラメとして使えるもの、あとは締め色になるこういう温かみのあるブラウンが入っています。これのすごく好きなところは、外資系の特有のいい意味でのギラッと感とか、ちょっとこうサイド強めな、ちょっとこう色がしっかり出るものというよりは、肌に馴染んでくれて、なんか日本人の私たちにもすごく使いやすい、大人も使える可愛らしいピンクとオレンジがベースの色です。これ季節問わず使えるし、この5色がなんとも本当に質感もそうだし、色もすごく可愛くて使いやすいので、本当にね、1つ持ってるとこれはとっても重宝するというか、毎日メイクで飽きずに使えるアイテムなんじゃないかなと思います。はい、1つ持ってるとこう上品でツヤっと可愛い目元が作ることができます。はい、続いてはアイラインです。それはこちら
もうこちらも何回も出てきているデジャブラスティンファイン A クリームペンシルダークブラウンです、はい、これはもうね絶大なる信頼をしていて、私は結構ここのアイメイクのまつげの際をしっかり埋めることが多いんですが、それに一番落ちずに耐えられるアイラインだなと私の中では思っています。そしてお値段もすごく買いやすくて、薬局だったりで買えるものなんですが、とにかく落ちない。基本的にアイラインを、ブラウンを使うことが多いんですが、あのブラウンって明るく透け感のあるブラウンに寄りすぎると結構こう透明感があるようなこう色素薄めなメイクをしているような子たちに向いているものになって、黒だと目を主張しすぎる感じになるので、私はこのダークブラウンが大好きです。ほぼほぼ黒に見えるんだけど、黒ほど濃くない、少し柔らかさがあるものになります。本当にね絶妙な少しの差なんですが、あのダークブラウンを選ぶようにしています。はい、次にリキッドライナーはこちらです。ラブライナーリキッドアイライナーブラウンの色です。これも変わらずずっと使っているものになります。とね、これはさっき言ったようなちょっと抜け感の出るブラウンのアイラインです。結構しっかりこう目元のアイラインを主張したいわけじゃないんだけど、アイラインの効果で目の長さをこう長くしたかったりとか、ちょっとこう上に跳ね上げて強調したい、そんなメイクの時はこう黒を使う時多いんですが、私の場合はアイラインでというよりは自分の目の延長だったりこうまつげがプラスであるんだよっていうような、ちょっとこうナチュラルな感じで目を大きく見せたいので、そういう時にはこう黒みたいに主張しすぎないこういう色は抜け感を出しつつ存在感が出るのでとってもおすすめです。はい、で落ちづらいというかもうあまり落ちるっていう感覚がないです、このリキッドライナーに関しては。なのでもう本当に毎日ずっと使っている大好きな一本です。そしてもう一本こちらです。こちらはラブライナーのペンシルアイライナー ABR の色です。こちらはさっきのリキッドとは違いこうジェル状のアイラインです。なんともすごく少しの差なんだけど、リキッドは少し固めなパキッと出る分、これはジェルなので柔らかくふんわりとアイメイクアイラインをしっかり入れたい時に使っています。リキッドの時にアイシャドウでぼかすっていうこともするんだけど、それよりももっと柔らかく入れたい時はこちらを使うようにしています。でこの色が結構まあこれとも近い色で、私の顔とか好みにとても合っているのでこちらの色を使っています。次はマスカラです。でマスカラはねずっとモテマスカラを使っていて、ちょっとこう自分にもっと合う他にマスカラあるかなっていろいろ使っていたところなんですが、再度熱がついたというこちらです。クリニークラッシュパワーマスカラロングウェアリングフォーミュラ、とこちらはね昔使っていて大好きで、特に昔マツエクをつけていた時もマツエクにもとても優しくてお湯で落ちる、あとは少し小さめのブラシになっているのでまつげのこの際の細かいところまでしっかり取ってくれるっていうものです。なのでそういうマツエクの子たちにも人気があるし、こういう地まつげの私も細かいまつげをキャッチしてくれてこうツヤっと長いまつげにしてくれるのでやっぱり優秀だなっていうことで、あの最近また使い始めています。でね、この、ま、昔の動画では言ったことあるんですが、私こう使いたてのマスカラってちょっと苦手で、あの液体が緩すぎるというか艶やかすぎて液体っぽすぎるからまつげが下がりやすいなぁと思っていて、少しこう酸化して空気が含んできたぐらいのちょっとポソッとしたマスカラが大好きなので、ちょっとまだねツヤツヤなので、少しまつげ落ちやすい気がするなぁと思うんだけど、私の経験上これは数ヶ月使ってくると少しポソッとしてきて、あのカール力も断然上がってきます。なのでもし最初に使ってあこれちょっとまつげ落ちやすいなって思う方は、もしかしたらこうパシカシカシって空気入れて少しポソッとさせるとよりカール力もキープされて
いいと思います。もしくは下にこうカール力しっかりするマスカラをすることをおすすめします。最後にリップです。もうリップはもう本当に大好きなので選びきれなかったので、どんどんいきます。好きな色だけをご紹介します。今つけているこちらです。スックバイブランドリッチリップスティック08番です。こういう感じの色味になってます。この春に新発売したバイブランドリッチリップスティックっていうシリーズなんですが、今まですごい大好きでお伝えしてきたモイスチャーリッチリップスティックっていうものが、とっても口紅なんだけどグロスの間ぐらいもっちりふっくらぷっくりするリップで、それがとっても好きだったんですが、マットって自分に合わないととても口がパサッと見えて、あの潤いがない、少しこう清潔感に欠ける口元になってしまうんだけど、こちらのスックのものはパッと見マットなんだけど潤いがあるものです。なのでマットなんだけどマットすぎないというか、マットみたいにすごく発色するんだけど潤いはちゃんとあるよっていうリップになります。で、今本当に人気のあるこうオレンジ、朱色、ブラウン、レッド、絶妙に混ざったようなこちらの色が、あの塗ると一気におしゃれと今どきさが出て、私は大好きなリップです。次はこちらです。シャネルルージュココフラッシュ144ムーブの色です。はい、こちらはこの色になります。はい、こちらの色は少しこう落ち着いたピンク、赤、ちょっとだけブラウンベージュが混ざったような、あの落ち着いた印象のある、でも印象的な口元を見せてくれるという色です。このルージュコックフラッシュシリーズが大好きで、そこから新しくこの春に入ってきた新作になります。で、今までは真っ黒の容器だったのが、こう上から透明で色が見えるようになったので、あの何本か持ってる方はすごく見つけやすくなったという、私こっちのデザインの方がすごく好きです。はい、これがすごい好き。潤いもあって高発色で、色もすごく上品で落ちづらくて、もう本当にお気に入りの1本です。残っている2つは、今ステイホームだったりマスク必須の今にとっても私が気に入っているものです。ディオールアディクトリップグローオイル012ローズウッドの色です。こちらはこういう感じで、潤いとあのケア成分がたっぷり入ったグローオイルになります。こちらはほんのりティント効果があるもので、少しこう落ち着いた色なので、あのパッキリ発色するというよりは、こうじわっと元の唇が少しこうこういう感じの色味が内側から発色してるのかなって思わせてくれるような、そんなリップです。で、今は本当に私このステイホーム中、ちょっとリップ気分上げるために家で塗っていたりとか、まあ、ケアしたいっていう意味でもそうだし、あのマスクするのでリップ塗れないんだけど、急に何かでちょっと飲むとか食べるときに外したときにリップ全くついてないと、私本当に血色が悪くて顔色がとっても悪く見えてしまうので、これを一つ仕込んでおくだけで少し明るい顔に見せてくれるというものです。で、常にケアしてくれるので、メイクの途中でこれを塗ってじんわり発色させて、唇ケアしてからこういう大好きなリップを少しティッシュオフして塗るとか、そういう方法も使っています。もう一本はこちらです。クラランスコンフォートリップオイルインテンス04番です。はい、こんな感じの色です。とっても高発色で、ティントは使用していないんだけど、しっかり唇に残ってくれるので、こちらもあのマスクの時にすっごく重宝するアイテムです。色もとっても好きな感じの色味、ちょっと青みというか、普段私が使っているよりも濃いんだけど、例えばこれしっかり出すとこんな感じなんだけど、うっすらね、こういう感じで叩いて、私こう中心にだけ先塗って、あとは唇をこう指で叩いてぼんやりあの中に仕込んだりしています。こういう感じ。そうすることで、そのさっき言ったみたいにマスクをね急に外さなきゃいけない時に、なんか顔色悪ってならない、実は仕込んでるんだけどそんなにリップっていう感じじゃないっていう技です。はい、それにすごく向いているのがこちらのリップです。
はい、以上が私が2020年上半期に選ぶベストコスメでした。メイクのこう目的だったりとか使いやすさが少し変わってきた今だからこそ選んだアイテムもあるので、これからのお買い物にぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。